まめやっぱ着るムーブ無駄だと思うわ。今日振られて終わるわ。おお、遊ぼうじゃないんだ、怖いな。遊ぼう誰？これ帰れ帰れか怖すぎる本当に。認定戦終わってルーキー弱いよV 最強優勝者がそんなわけなくないですか。あーそばいいよフルパジャフルパジャフルパジャー。暑い日でもつけると寒い日。暑い。そんな言い方してた？うん。明日もっと暑いんや。日焼けすんの嫌よね。でもさ、うん。本当に心配されるほどおばあちゃんたちに心配された。肌が白すぎて。ああ。なんか要は職業柄家から出ることが少なかったりするから、働いてない人の肌をしてる子って。ちょっと病的な。そう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 。めちゃめちゃミュートで喋ってたわ。え、なんて言ってたの？うん、白日焼けしないって言ってた。日焼け嫌やわ。日焼け気にしろねよ。いや気にしてないんだってだからしないから。今のジヘドのはね、前歯出てきたって。前歯だけじゃないから出てんの、カエデ。なんかカエデが白の。汚い。タラタラで今のモノマネだったのって言われた。そうだよね、驚愕だよね、みんなからしたら。いいんだよ。もしかして初見さんいる？みんなが普通だから。初見です。初見さんはじめまして。正しいよ、みんなのリアクションがね。2020年ぐらいまでデロチーでやらせてもらってました。もう終わってるな、だいぶだいぶやってなさすぎて、もうオワコンや。え、ないんですか？デロチーはないです。デロチー、はぁ、カシオリ持ってまた家行くわえ、待って、カシオリ持ってきたことなんかあったっけ？2018年は礼儀正しかった、この楓は。2018年の楓どこ行っちゃったの？どこ行っちゃったの？よく言われる。誰に殺されたの？うん、2018年の楓はマジでいいお姉ちゃんだった。めちゃくちゃ優しかったしな。いや、ちゃんと学校行ってたから社会性があったんよね。社会性はないだろうな。タクシーからとつってくるやつは。エブリデイクリスマスいいな。でもクリスマスあんま好きじゃな。え言葉を失います。だってクリスマスプレゼントもらえないんだもん。それは花ちゃんが悪い子だからじゃん。いい子にしてたらもらえるじゃん。こんなにいい子いるっていうほどいい子だよ。でももらえないってことはサンタさんには悪い子って思われてる。違う違う、完全に好みだね。サンタの？サンタの好みの。好みでプレゼント渡してんの、あのヒゲジジ。最悪やん。幻滅しました。暑い。ほてっちゃって。暑いわ。色気ゼロ。暑いわ。あれねって小学生の時から、うん、今の状態だったの。今の状態？やんちゃってこと？あ、そうそうそう。いや、中学受験してたから。え、わー、真面目だ。割と真面目な子だったよ。へー。で、中学入っておかしくなっちゃったの。たうん、オタク文化に触れたね。あれ、カエネって生徒会長だっけ？ね、まだなってない。高2の後期になる。え、真面目だから、地味に。真面目なとこ。運営さんには真面目だからな、私。そうだね。
え、でもなんか嫌な真面目さじゃない、なんかさ運営にだけ媚び売ってるような真面目さじゃない。媚び、そんな人いる。後ろ後ろ、レイスここ入った。これ敵の、え、自分の。オッケー、あー、左左左左、倒れた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 。最終終盤 C ライブいな。敵だったら絶対嫌だ。オーバーキルやん。まあ、カエネちゃんのランパートが強いだって。それはそうかも。カエネちゃんって久々に呼ばれたかも。カエネちゃん、ありがとう、カエデちゃん。でもガチで V の中ではトップクラスでうまいんじゃない。デロン、デロンじゃない、ランパートで、ランパートのことデロンって。私がランパで。そんな使う人いないしね。うん、でもすごいキャラクターの理解度が高い。うん、愛が純粋で高まったな。うん、うん、そうだわ。あ、あ、やばい、私回復ね。あれ、回復がない。あ、やべえ、回復ね。おい、なんだお前たち。あ、あれやばい、待って、もう大きいのしかない。大きいの起きてすぐ巻けば足りるよ。階段起こしてあげれる？そちら、やばい。回復を作るよ。俺が死ぬ、俺が死ぬ、俺が死ぬ。あれないの？ひとし。肉なし。肉なし。ひとしもない？ない。もうじゃあ先、先。ちょ間に合わないよこれ、起きたらすぐ巻いて、人あれにしといて、デカ肉にしといて、階段を巻かないと。ないっつってたよ。俺人のだ、俺人のだ。楓さーん、やばい。ツイッター漫画何すか？え、ツイッターで連載してる漫画、ぷんちゃんっていうね、猫好きなんだよね。おっさんが転生したら猫になってたやつ。あれが一番好き。ヒロはあれかな、先輩がうざい後輩の話かな。まあ、お引きにしてます。よし、終わりますか。はーい、ありがとう。はい、バイバーイ。お疲れー、はい、どうありがとう。はいよー、ありがとうねー。はい、はい。だいぶ漏れたなんでは。チャンピオン取った。楓も強かったな、マジで。めちゃめちゃいい仕事してくれてた。おいらとのプティ寝てるって。な